エルフダさん？人間、最近の私はダイエット頑張ってるだろう。少々ご褒美があってもいいと思わないか？仕方ないですね。いいですよ、ポテト買っても。本当か？でも S サイズ一つですよ。夕飯前ですし。母親みたいなことを言うな。おめでとうございます。なんだ？お客様は当店1万人目のお客様。それを記念して1年分のポテト無料券をプレゼントいたします。1年分？こちらが無料券になります。私がポテト王だ。何言ってるんです。早速使うぞ、ポテトチェッカー。ダメですよ。